ターターソリューションの活用。前回のレッスンでは、散在したデータをファイルメーカープロで構築したカスタムアプリケーションで素早く整理する方法を学習しました。このレッスンでは、実際にファイルメーカーの様々な機能をご覧いただきます。ここで使うファイルは、スターターソリューションといい、ファイルメーカープロにあらかじめ搭載されています。スターターソリューションを使うことで、カスタムアプリケーションの構築を一気に始めることができます。請求処理、プロジェクト管理、資産管理などのビジネスのプロセスに応じて作成されています。作成したいものと近いスターターソリューションを探し、必要に応じてカスタマイズを加えます。それぞれのファイルは、ファイルメーカープロ、ファイルメーカー GO、ファイルメーカーウェブダイレクトで利用できるように最適化されています。つまりユーザーはデスクトップやノート PC、iOS デバイス、あるいはサポートするウェブブラウザのいずれからもソリューションを利用できるのです。すべてのスターターソリューションへアクセスするには、ファイルメニュー、始めましょうを選択します。いくつかの主なスターターソリューションが表示されます。可能性を探るの下の応用ソリューションを表示するから、その他のスターターソリューションを表示できます。ここでは、ファイルメーカープロの活用例を理解するために、3種類のスターターソリューションをご紹介します。請求書、コンテンツ管理、資産です。ここでは、すでにいくつかのデータをインポートしたものを開いて、機能について説明します。スターターソリューションから任意のものを選択すると、何もデータが入力されていない状態でファイルが準備されます。ここでは、フィジカルセラピーのクリニックを運営していることを想定します。顧客の記録や請求情報を管理したいでしょう。一目で未払いや期限切れの請求書などがないかを確認できると便利なはずです。請求書スターターソリューションには便利なダッシュボードがあり、ビジネスの状況が一目でわかるようになっています。左側には今月の状況がわかる4つのタブがあります。すべて、期限切れ、未払い、支払い済みのタブをクリックで切り替えて表示します。ダッシュボードには3種類のグラフを表示できます。最初のグラフは月ごとの請求額を表示します。次のグラフは上位5件の顧客を表示します。3つ目のグラフは売上が上位5件の製品を表示します。グラフはダッシュボード以外にもあります。製品の画面を開きます。項目を選択して製品の詳細を表示します。すると、この製品の年間の売上を表示するグラフが表示されました。以上のように、このアプリケーションでは、請求、顧客情報、そして製品の詳細を保存できます。実際にデータを入力すれば、ダッシュボードでビジネスの分析を行うことができます。請求書のような会計データを管理するのに、スターターソリューションは役立ちますが、もちろん他の用途でも活用できます。メディアやマーケティングコンテンツや、その他の重要なファイルを保存して管理するためにも利用できるのです。ファイルメーカープロには、オブジェクトフィールドという強力なツールがあり、ドキュメント、イメージ、ビデオ、オーディオを保存できるのです。コンピュータに保存できるどんなファイルでもカスタムアプリケーションに保存できます。コンテンツ管理アプリケーションではサムネイル表示により一目でファイルを確認できます。写真や PDF は見やすく表示されます。もちろんこれらの種類だけが保存できるわけではありません。ムービーやオーディオ、スプレッドシートやその他のドキュメントも保存できます。コンテンツの種類が増えた時に役立つのがフィルタ機能です。ファイルの種類によってフィルタリングします。例えば、写真ボタンをクリックすると、カスタムアプリケーションに保存されている写真のみを表示します。項目を選択すると、
コンテンツの詳細が開きます。新規レコードを作成し、ファイルをドラッグしてカスタムアプリケーションに追加できます。ファイルが保存されるだけでなく、名前やタイプ、ファイルサイズなどの情報も保存されます。他の人とコンテンツを共有したい場合は、電子メールで送信ボタンをクリックすると、電子メールアプリケーションが起動します。コンテンツが添付されるとともに、いくつかの基本情報も追加されます。必要に応じて変更を行い、メールを送信します。以上のように、コンテンツ管理は効率的にあらゆる種類のファイルを保存できる便利なスターターソリューションです。柔軟にフィルタリングを行え、共有もできます。クリニックの機器の在庫を文書化して管理するなら、資産スターターソリューションが便利です。iOS デバイスや Web ブラウザを含む様々なプラットフォームからデータを追加できます。資産アプリケーションでは、ファイルメーカー Go を活用し、iPhone と iPad のカメラを使って写真を登録できます。デバイスでアプリケーションを開き、資産のレコードからカメラを起動して写真を直接追加できるのです。写真のライブラリから選ぶこともできます。資産をチェックアウトする際は、誰がチェックアウトしたのかを選択できます。iOS デバイスを使って署名を取り込むこともできます。カメラをバーコードリーダーとして利用することもできます。ファイルメーカー Go では UPC、EAN、そして QR コードなど一般的なバーコードタイプを幅広くサポートしています。すべての資産のバーコードをスキャンできます。そして資産を探すときに検索モードでバーコードをスキャンすれば、目的の資産を見つけ出すことができます。ファイルメーカー Go は、iOS デバイス用にカスタマイズされた機能をカスタムアプリケーションに提供します。ユーザビリティが向上し、データ収集を容易に行えます。ここまで紹介しましたスターターソリューションは、ファイルメーカープラットフォームで行えることのほんの一例に過ぎません。スターターソリューションはそのままでも便利ですが、さらに自身のビジネスに合わせてカスタマイズできます。あるいはカスタムアプリケーションを構築するためのアイデアを探すためにご利用いただくのも良いでしょう。いずれにしてもファイルメーカープラットフォームを使い始める入り口として素晴らしいリソースです。次のレッスンでは、会議スターターソリューションをもとに、ファイルメーカープロの基本について学習します。